私さ、はい、ご飯とさ、はい、あのお酒同時に食べれないから買ったの。あ、わかりました。2つが先にビール飲む。じゃあ飲んじゃいます。うん。あ、北津くんから無料アイテムありがとう。いや、前も今から食べるんだけどさ、一緒に食べれないんだよ、お米と。あ、ふーちゃん、腰振るのはダメだよ。ダメ。ダメ。腰振りは。ダメ。もっと怒んないと喜んでるって思ってる、家臣くんが。あ、家臣じゃない。あ、間違えた。ダメ。ダメ。もっと怒鳴らないと。ダメ。いい子。できた。あ、テーブルさ、はい、狙うから。わかりました。福ちゃん見張ってて。わかりました。今テーブル狙うの。むしゃむしゃ行くの。むしゃむしゃ行こうとしてるの。あ、そうだ、なんかさ、前にね、たくまにもらってた、はい、なんかライトがあって、ライトつけてる。お、上にくっつけるやつですね。そう、これなんかもらったんで、これもらったんだけど、ちょっと初めてつけてみるから。うん、どうしたらいいだろう。これ、これをあ、ダメ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 、こうか。ダメ、私偉い偉い、偉いよ。こうか。あ、重たいな、これ。結構重たいんだな、これ。若干持ちますよ、自撮り棒ね。え、重たいな、これ。これ知ってる？知ってます、僕も使ってます。たまに。ちょっとやってくんない、わかんないんだけど。あ、けどこの機種はわかんないですけど。うん。あ、つきました。ついた。オレンジどうやってやんの？あ、ここか。この辺じゃないですか。ここ。あ、これでいいんじゃない？どう、この明るさ。バッチリですよね。みんなどう、これ。こんなもんかな。なんかすごい顔って買ってて嫌なんだけど。赤い？これでいいんじゃない？これでいいっすよね。うん。これなんで下行くの、これ。自重が。うん。これでどう？あ、こんにちは。ここで行こう。あ、ダメ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 。ダメ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 、もっと怒んないと。ダメダメ。あれ、私さ、じゃあ、いいかどこ置いたっけな。携帯置く場所、携帯置く、携帯スタンドみたいな。そう、あれじゃないですか、引っかかってる、うん、
これどう？じゃあよそっちゃうね。ありがとうございます。こんにちは、2日風呂入ってないよ。コラボとかで入れなくて。あ、忙しくて。そうです。かわいい。タニちゃんもこっち見てくれてるな。タニちゃんもぴょろぴょろしてくれてるな。福ちゃんも。よしよし、ハニーちゃんが舌出てるのってずっとなんですか？え、あ、そうそうそう、ずっと。かわいい。ありがとうございます、うん、音楽いるかな。どうしましょう。ちょっと待って、くっちゃん、うん、お茶、お茶飲む、お茶飲む、麦茶。あ、僕ビールでいきます。麦茶いらない。はい、すごいね。ほんとに食べながら飲まれないですね。そう、飲めないんだよ。あ、美味しそうにできた。美味しそう。ちょっと待って、できたできた。うん、たけのこご飯、新玉ねぎのサラダ、中華スープ、オッケー。これさ、ライト別にいらなくね。なんか曲がっちゃいますね、つけると逆に、うん、そうだね。え、どこで切んのこれ。あ、消えた。これで。ね、美味しそう。ハンバーグ今で電子レンジ温めてる今。食べるかな。ございます。ほのぼのだ、ほのぼの。かきたつくん。ほのぼのですね。うん。いや、近いよね、うち。近いですね。うん、すぐ来れました。で、ちょっとね、福ちゃんに取られないように気をつけて。わかりました。うん、柿田つくんです。柿田つくん、こんにちは。まあ、帰りはさ、チャリをさ、チャリを押して帰ったらいいのね。そうですね、うん、じゃあ食べましょう。あ、お腹減りました。ありがとうございます。ご飯おかわりあるからね、いっぱい。ありがとうございます、うん、いただきます。いただきます。ちょっと福ちゃん横で待っていて。よいしょ、福ちゃん、はい、うん、あ、ダメ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 だって。もっと低い声で怒んないと。ダメ、もっとダメ、違う、低く、ダメダメ、えらい、えらい。あ、いただきます。どうぞどうぞ。ございます。うん、柿田さん声が高いからね。あ、おいしい中華スープ、おいしいっす。おいしい、おいしいっす。うん、よかった。ありがとうございます。うん、中華スープ、うん、
サラダいただきます。うん、お腹減ってた、ずっと。おいしい、おいしい、よかった。やっぱこう一人で食べるよりもね、誰かいた方がさ、あとこう人に作っていただくものって大きいですよね。うんうん、なんか僕全然作んないんで。うんうん、納豆ご飯だけでしょ。納豆ご飯だけです。それだけじゃ小食ってこと。そう、なんかもう食べるのがめんどくさくなってきて。うんうん、あ、美味しいです、このご飯。本当？美味しい。あ、なんか全然チンできない、どうしよう。なんでだろう、謎の現象が。そうなの。キピ、キノコとキノコのキピ、一回チンしてみる。あ、キピ、ありがとう。よいしょ。あ、しずかちゃんとデートどうだった？あ、楽しかったですよ。うん、はい。なんかしずかちゃんがさ、はい、かっこよかったって言ってたから。やった、そうそう。柿田くんは、はい、あの今まで自分から押す恋愛はしてないって言ってたじゃん。全然してないです。だからしずかちゃんから、はい、ぐいぐい言ってみたらって。僕なんかそれ、うん、もうご飯中なんですけど似たような話で、うん、今日リスナーさんから、うん、結構相談だけを受けたんですけど。え、なんで？僕1年半ぐらい前に、うん、あのある女性の家に行ったんですよ、うん、そしたらその女性が、うん、会って15分ぐらいでムラムラしてきたって言ってきて。うん、それ回避するの不可能ですよね、そういうことするの。あ、断るの？断るので、どうしたのそれ。したんでしょ。はい、したくなかったってこと。いや、したくなかったわけじゃないんですけど、うん、15分ぐらいで言われたんで。あ、15分ずっとしたいって。てか、じゃあのあの会って15分です。会って15分で15分です。え、何それ、どこで知り合うのそれ。それはインターネットで知り合いました。まあ限りだとこの顔がかっこいいから。いや、そんなことないですよ、全然。そういうサイトって知り合ったってこと。いや、そうやな。うん、ディスコードっていう。うんうんうん。え、リピートしたの、そんで。しました。なんかリピートしたら、うん、うん、玄関のドアがガチャ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 って音がして、うん、急にガチャってドアが開いて、うん、で、僕隠れたんですよ、寝室の方に。うんうんうん。そしたら実は隠れてなくて、うん、玄関からちょうどまっすぐ見えるところだったんですね。うん、そしたら成人男性とちっちゃい子供が2人いて。えだから結婚はしてなかったんですけど、うんうん、子供はいたんですよね。はい。え、子供と一緒に来たの、柿田くんのところに来て、うん、こう目があって、うん、で無言でバタンって閉まりました、ドアが。閉まりました。閉めました、その男の人が。うんうんうん。え、男の人って旦那、彼氏、
旦那ですね。うーん、再婚するって言ってました。え、なんで来たの？怖いじゃん。ねえ、怖いのになんで来たんでしょうね。ねえ、そんだけ何もなくてよかったね。何もなかったです。結婚したらまずかったです。ねえ、本当だよね。ハンバーグ、あ、ハンバーグ、ちょっと見えないけど、あ、しかもトマト系、あの煮込みハンバーグね。ありがとうございます、うん、どうぞ。熱いよ。あ、でもちょっとで大丈夫かな、チンできてるかな。あ、できてるかもしれない。 あ、できてます。じゃあちょっと冷めたらいただきます。うん、だからやることやってんだ、意外と。半年ぐらい前ですけどね。あー、1年半ぐらい前ですけどね。だいぶ違うよ。だいぶ違います。うん、え、あの、最近いつした？一人でしたのも、うん、半年前です。はい、なんで？よく分かずで。欲が湧かないの？よく分かずです。いや、まだだって角田くんって何歳だっけ？29です。まだ若いのに。今年30ですね。はい、まだ全然若いのにさ。はい、早くない？下脱しました。なんでなんだろうね。なんでなの？薬飲んでるからかもしれないですね、もしかしたら、うんうん、薬、あー、精神的なやつのってこと？そうです、そうです。これね、韓国のはいキムチ、あの、タコキムチ、美味しいから食べてみて。ありがとうございます。ビールに合うと思うよ。ありがとうございます。え、まゆさん、静香ちゃん似てる？え、似てなくはないっすか？似てないんじゃないっすか？いや、でもね、目元が似てると思うんですけど、確かに。本当です？うん。あれ、充電できてる？できてた。あ、できてた。目元が似てるよね。え、ナナちゃんとさ、はい、あの、しずかちゃんとさ、急に決まったの？昨日のナナちゃんさんにコラボしましょうっていう DM をしたら、うん、じゃあ、ときしずかちゃんとデートしようっていうの急に決まりました。3人でね。3人で、うん、あ、炊き込みご飯ちょっと薄かったな。本当です？うん、もうちょっとガンガン醤油入れてよかったんだね。美味しいっすよ、これ。うん、キムチも美味しいっすね。うん、タコ美味しいよ、うん、いや、これね、3ヶ月賞味期限。3ヶ月、うん、味の素入れてもする。お腹減ってた。食べたいなっていうコメントが。うん、なんだかんだ。じゃあ、かきたつくん、うちに来たの今月2回目だ。2回目ですね。うん、ありがとうございます。いや、直橋ダメかな。じゃあ、予想かな、そこまで。あ、ごめんなさい、取っちゃってました。あ、大丈夫だよ。腐るとか言われる人怖いね。ビールと食べるっしょ。はい、こんぐらいね。あ、食っちゃう。うん、すごい、あの、福ちゃんさ、はい、あの、
マネージャーだとね、はい、もうすごい吠えるの毎回、はい、でも柿達くんだとなんか惚れてるよね。なんか落ち着いてくれてますね、うん、性の対象に見られてる。え、うん、こ腰も振られて。そうそうそう。やっぱ腰振るのってそういうこと、腰振るのってそういうことなんですか。顔がうっとりしてる福ちゃん。福ちゃんそうなの。うん、あ、そう、エンジンさん男好きゲイだよ福。うん、ねえ、来てよかったね。福ちゃんかわいい、うん、あのなんかこうハーフっぽい顔が好きかも。服エンディさんのことも性の対象で見てる。性の対象で見て、そうそうそう、腰振って、そう、タクマとタクマはさ、はい、ハーフ顔じゃないから腰は振んないけどね、はい、普通にワンワンっていう、うん、美形が好きなんだね、服ちゃんね、美形が。でハンバーグ一口食べていい？あ、もちろん。うん、ハンバーグの適当かな。うん、熱くないよ。熱くないですか？うん、あ、じゃあいただきます。食べて。いいですか、ま、前に出したほうがいいじゃん。これね。ありがとうございます、うん、あ、美味しい。美味しい、めっちゃ美味しいです。よかった、チーズインハンバーグだよ。チーズインですね。うん、全然市販品とは違う味が。あ、本当？はい、ありがとうございます、うん、かわいい。柿達くんって身長何センチだっけ。178です。あ、そうだ、でかいんだった。うん、あ、1万切った。あ、1万ポイント、もうすぐだ。よかった。え、チャリでさ、どんぐらいだったっけ。15分ぐらいじゃないですか。あ、15分。15分10分で、うんうん、来れますよ。チャリで15分ってマジ近いよね。奇跡的ですよね。最寄りみたいなもんじゃん。うん、めっちゃ近いんだよ。そうだから、あのご飯食べるとか言って簡単に来れちゃうの、うん、電車乗んないっすもんね。乗んない。くんは乗るでんちゃう。あ、僕は乗ります。あ、乗るんだ。はい、いろんなとこ行くよね。いろいろ。あの柿達くんのさ、はい、あの女装可愛かったよ。ありがとうございます。ね、可愛かった。ありがとうございます。あれどこでやったの。あれ新宿のラールさんだったかルーラさんだったか、うんうんうん、あそこでやりました。ウッキーのところ。はい、あ、そう、一緒のとこだ。一緒のとこです。ウッキーも可愛いよね。ウッキーさん可愛いですね。ね、そこら辺の女よりも全然可愛い。なんかとつってくれてたリスナーさんがいて、うん、ウッキーさんがこれから来るってなったんですよ。うんうんうん。で、本当にどっちが可愛いか評価してくださいって言ったら、うん、やっぱウッキーさんの方が可愛いっておっしゃってましたね。誰と誰が。あ、僕が女装してるのと、うん、ウッキーさんだと、うん、ウッキーさんの方がやっぱ可愛いっていう、そのリスナーさんが。ちっちゃいしね、はい、ウッキーって細くて、うん、だからね、そこら辺の女っていうか普通にレベル高い女よりもレベル高いよね、はい、高いです、うん、よいしょ。なんでだろう、充電できてない。充電が調子悪くね。あ、なんか急にご飯食べたらお腹痛くなってきた。大丈夫ですか。
そう、私ね、ずっと体調悪くってさ、はい、なんか縁切神社行ってきたの、はい、で、縁切神社行った、はい、その日から体調悪くって怖っ。そう、なんか多分その負の、はい、なんつうのオーラみたいな縁切のパワーで、はい、もう4日ぐらい体調悪いかな。でも、どういう縁を切ろうとしたんですか。どういう縁、どういう縁を、まあちょっと言える範囲で、言える範囲で、言える範囲で、まああんま言いたくないけど、はい、まあいろいろね、元友達とか、はい、あ、友達だった人と、はい、もう裁判だったとかね、あ、なっちゃって、なっちゃって、それでなんかもう縁切神社行かないと、もう関わりたくねえっていう感じですね。でそれとトータル悪い縁を断ち切ってくださいっていうお願い事したから、はい、他にもたくさんあんのかもしれない。だから急にいろんな縁を切りすぎちゃって体に負荷がかかってんのかも。体に一気に、そう、多分だ、大阪もうだから4日目、体調悪いの辛いですね、4日は。そう、体調悪くなると有名らしいよ、コンビラ神宮。コンビラ神宮、うん、大阪まで行ってきたの。あ、有名だから。うん、今日なんか遠くまで行った方が効果がある気がしますよね。え、なんか遠くまで行った方が効果ある気しますよね。で、実際効果あったと思うよ。ありました。だって本当にあの後すぐだもん。あ、今日とか、うん、そうそうそう、京都だ。でも京都って、はい、大阪から10-20分とかで着くからね。はい、着きます、着きます。近いんだね。そうなんですよ、知らなかった。僕、出身が京都なんで。え、そうなの。はい、そうなんだ。はい、え、めっちゃいい。なんで東京来たの。大学です。あ、あ、はい、いいとこだよね、京都って。けど僕、うん、海があるの知ってます、京都って。知らない。海あるんですよ、うん、めちゃくちゃ田舎の方で、うんうん、電車が1時間に1本しか来ないところなんで、うん、全然京都感はないんです。うんうんうん、そうなんだ。私清水寺とかさ、あそこのエリア行ったから、はい、全然海とかなかった。そっから数時間行くと、うん、海エリアに行けます。うんうんうん、数時間かかります。へえ、めっちゃいいとこだよね、また行きたいな。うん、ぜひ。うん、まゆちゃん、かきたつくんに中指立てでダメって教えてください。かきたつくんに中指立ててダメって教えてあげてください。中指を立ててダメって教えてあげてください。え、こういうことだ、ダメだよ。わかりました、うん、わかりました。え、何がダメなんでしょう。中指を立ててダメって言ってって。わかりました、ダメだよ。気をつけます、うん、気をつけます。え、こういうこと、どういうこと。そう書いてあったよね、昨日静香ちゃんの枠で。昨日静香ちゃんに中指を立てたの。立ててないですよ、そんな。え、立ててないってよ。立ててないよね。うん、あ、リスナーに中指を立てたって、こうやって配信上で。あ、かもしれないです。あ、酔っ払って酔っ払って。あ、そうなんだ。なんでなんで叩かれたの。全然覚えてないです。あ、もう飲みすぎたんだ。飲みすぎてました。マジか。はい、いや、かきたつくんお酒強いよ。だって電車も乗り過ごしますし。うんうん、あ、なるほどね。まあ、あの、ワンチャン配信落ちるかも。だからね、中指立てるってダメで、やばいですよね。うん、怖い。うん、ごめんなさい。
私あのペットボトルを肩にこうやってやって、はい、あのリスナーなんかそのアンチにこうやって威嚇したの、はい、ポンポンってそれだけで配信落ちちゃったから、ね、うん、今厳しいっすね。厳しいよ、うんうん、え、見たことない柿達くんの酔っ払った姿、うん、酔っ払いますよ普通に。この前相当飲んでたよだって、はい、ね、あれですね、緊張して飲んじゃったんじゃない、だって奈々ちゃんいるしね。そうですね、うん、あ、けどその後飲みました。え、全部解散してから。あ、解散してから。解散してからだからは、緊張してそっから気が緩んでうわーってなっちゃってね。うわうわってなっちゃいましたね。わかる、それわかる。最近酔っ払いがちだよなって、うん、え、静香ちゃんに抱いてって言われたらどうする？はい、困ります。でも、するの？私言ったの、はい、あの21センチだけど、はい、いけるって言ったら、はい、全然いけるって言ったの、うん、同じ質問を、うん、昨日奈々ちゃんさんがされたんですよ、うん、そしたら、うん、私は黒人とやったことがあるからいけるってすごいねおっしゃってました。へえ、黒人ってだってさ、うん、あ、小前くんに貸しないよ。黒人ってだからどうなんだろう。ああ、マミさんありがとうございます。ありがとう。黒人とやれるってすごくない？黒人とやれるって言ってましたね。黒人って平均でも18とかかな。18とかだから、はい、すごいよね柿達くん。やった、うん、すごくない？黒人よりでかいってことだよ。黒人並み。本当なの？本当ですよ。本当21なの？本当ですよ多分。いつ測ったのそれ？中学校です。中学で 21？ 中学です。じゃあもうもっ成長期じゃん、日中学って。はい、でそっからも変わってない気が しますけどね。へえ、中学で25かもしんないじゃん。はい、いやそこまではないと思うんですけど。へえ、体脂肪で短くなった？脂肪で短くなった？へえ、すごいね。中学で21って、なんか破れちゃうじゃん。あ、破れちゃいます。え、あの L サイズでも破れるんで、うんうんうん、XL じゃないとできないです。いや、なんかほら突き破っちゃうじゃんって。あの、あ、そういうことですか。うん、痛いって言われたことないの？あんまないっす。へえ、はい、間違えたんじゃね21って。本当は19とかなんですかね。もった？盛りました？うん、ふわっち1だと思うよ、うん、やった。え、XL ゴムってさ、はい、何サイズがあるんだ？うん、SML、うんうんうん、XL ですね。で、どれなの？ XL です。へぇ、じゃないと破れます。入んないか。ゴム見せてた。多分私見たことないかもしれん。ゴム持ち歩いてんの柿達くん？ゴム持ってうろついてんの？たまたまカバンの中入ってたんで。たまたま？たまたま。今日も持ってるの？こうやって見せて。今日は持ってないです。あ、今日は持ってないんだ。持ってないです。配信を落とされるからやめなさいっていう。タバコ吸ってもいい？あ、もちろん。うん、柿田くん足りた？はい、足りました。ありがとうございます。お米もあるしね。はい、
あ、綺麗に食べてくれた。ごちそうさまです。めちゃくちゃ美味しかったです、うん、ハンバーグもよかった。美味しかったです。ありがとうございます。うん、ビール飲もうかな。乾杯しましょう。うん、はい。あの、それさ、あ、いいよいいよ。あ、ありがとうございます。冷蔵庫ビール入れるよ。あ、お願いします。うん、あ、いいよいいよ。あ、ありがとうございます。すいません。それ、いいよ。はい、ふくちゃん、だついてきて。あ、まだこれ冷たいけど、これいくか。ふくちゃん、かわいい。ふくちゃん可愛いです。なんか大好きみたいだね。ふくちゃん可愛い。ふくちゃんラブですね。ハニーは？ハニーとふくちゃんだったら？ハニーちゃんも可愛いんですけど、ふくちゃんの方が激しいじゃないですか。うんうんうん。なんかずっとくっついてくれますし。甘えん坊だね。甘えん坊ですね。あ、もう自分のビール。そう、激しいの可愛い。あ、ラナちゃんありがとう。じゃあ乾杯。あ、乾杯です。ありがとうございます。みんなお疲れ様です。ケピ、久しぶりに飲むわ。久しぶりな、いつぶりだろう飲むの。いつぶりだろう。1週間ぶりかな。そんな久しぶりに。うん、あ、じゃ毎日飲まない。おっしゃってましたよね。うん、酒うつ。え、酒うつになんない。こ、なんないっす。え、二日酔いは、気持ち悪くはたまになります。なる。はい、うん、あ、けど頭痛くなったことないんすよ。うん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 。うん、アテナくんって誰。アテナくんって誰。なんでだろう。なんか配信者ってなんかでかい人多いよね。中村くんもでかいらしい。あのくるちゃん曰く今までで一番でかかった配信者がな中村くんって言ってた。信用できる情報筋ですね。うん、あれ違かったっけ。うん、いや、アテナくんは知らないな。そうそうそう。え、通常時は何センチなの。通常時普通ですよ。何センチ。わかんないです。わかんない。普通、普通としか。例えば5センチぐらい。このぐらいですかね。持ったっしょ。もう持ってないっすよ。え、だってこれってさ、でかいよ。でかいんすかね。いや、でかいよね。だってほら、私の、いや、でかいよね。でかいんすね、これ、うん、通常時。へえ、いや、見たことない。さて、通常時で、あの女性の、あ、で男性の日本平均ぐらいなんじゃないの、これ違う、うん、そう、すごいね。普通じゃないよ、うん、普通じゃないよ。小前くんが別格って。いや、だってすごいじゃん。すごいじゃん、だって。いや、気になるでしょ正直。
え、なんでみんなそんな でかいんだろう。クズ、クズ？クズです。あ、クズなんだ。クズ系です。え、クズってでかい確率が高い気がする。クズでかい、関係ないかな、関係ないかな。その傾向ある気がしますね。うんうんうん。ふわっち配信者もクズ多いですし。しずかちゃんさ、はい、肌綺麗じゃない？綺麗ですね。ね、しずかちゃんもめっちゃ肌綺麗だけど、はい、いや、柿田つくんほんと肌綺麗。本当ですか？うん、ありがとうございます。いや、まえさんこそ。いやいやいや、私なんかよ、全然。今なんかつけられてます？うん、何もしてない。あ、何もしてないですか、うん、綺麗な。で、ありがとう。え、しずかちゃんもでかいの？いや、しずかちゃんはね、でかくないと思う。私ね、わかる。しずかちゃんでかくないと思う。めっちゃでかいっていう。そうなの？いやいやいや、コメントが。コメントね。すなちゃんは小さいっていうのは知ってる。え、なんでなんだろう。え、なんでなんだろう、マジで。あの、女性ホルモン打つとさ、小さくなるらしいよ、でも。あ、言いますよね。うん、女性ホルモン。ちっちゃくなってくんじゃない？うん、エンジさんもそうらしいしね。うん、タグマくん26センチ。あ、26？ 泉ちゃんありがとう。多分ね。すごっ。多分、多分ね、多分、うん、それめっちゃハト飛んでくるんですけど。あ、そうなの？たくまさんとは付き合ってるんですか？付き合ってない。あ、付き合ってない、付き合ってない。じゃあたくまさんとは一緒のホテルに泊まったんですか？泊まってないんですか？あ、泊まった。泊まったわ、うん、泊まったいや、ずっと気になってて、そのハトばっかり飛んでくるんで。え、なんで柿田つくんでそんなハトが飛ぶの？いや、わかんないですあ、さっき？いや、さっきじゃない、さっきじゃないです。いつも？いつもいつも。なんで？うん、なんで？そう、柿田つくんに？だって接点ないのにね。なんかこう、うん、付き合ってる、付き合ってないらしいけど、うん、ホテル泊まったらしいぞっていう鳩が。そうそうそう、あのほら、あの誕生日だったから、はい、あの大阪の ユニバ行ったんだよね。はい、そうそう。で、ツアーだからさ、はい、あの2部屋とかないから、はい、だからベッド2つのね、部屋にして。はい、そうそう、いいっすね。そうそう、あ、ね、4位始まったん。まあね、柿田つくん、あのうちすぐ来れるじゃん。はい、あのお腹空いたら、はい、タイミングあったら全然食べに来ていいからね。本当ですか？うん、ぜひ僕いつでも暇なんで言ってください。あの、全然。ありがとうございます。私結構多めに作っちゃうからさ。はい、うん、ありがとうございます。優しい、嬉しい、食べてくれると。逆にめっちゃ美味しかったです。てか、ハンバーグも今いただいてます。うん、いや、なんか食べてくれたら嬉しいよね、美味しいって。え、で、柿田つくん自分家お風呂あるでしょ？ありますよ。ね、あります。え、なんかさ、はい、生活保護解除になったみたいな鳩は来たよ、柿田つくんが。あ、なりました。なったの？4月1日でなりました、遡って。え、それは何、申請自分でしたの？しました。あ、自分でね。自分で申請行ったら、うん、もうこれは解除ですねっていうことを言われて。うんうんうん。え、生活保護って毎月いくらもらえるんだっけ？家賃を含めずに7万5千円ぐらいです。え、結構もらえるね。結構もらえますけど、結構辛いですよ。辛い？はい。7万5千円だよ、だって。家賃とは別に。とは別に。で、プラス
いくらまで稼いでいいんだっけ、生活保護もらうには。1万5000円とかです。毎月？毎月1号。あ、そうなんだ。はい、10、1号、年収が15万ぐらい。はい、年収15万以下ってことか。まあ、それはきついね。ちょっときつい。 その1万、あ、その7万5000円から、うん、教育費払って、うん、まあ、電気代とか払ってなんで、きついっすね、結構。うんうんうん。確かに、今度柿立つくん家行きたいわ。ゴミ屋敷ですよ、僕。あの、猫ちゃんに会いたい。猫ちゃんにぜひ。ただ私、猫あれだから、はい、まあ、あんまね、あの1時間滞在かもしれないけど。わかりました。今度遊びに行くね、じゃあ。じゃあ、あの、かわいいよね。できるだけ綺麗にしときます。できるだけ。全然気にしなくていいよ。いや、なんか前めっちゃ汚かったイメージ。今も汚いですよ。あ、今もなんだ。今もです、変わらず。12,900ポイントさん、すごいね。まあでもそんなのもらわなくてもさ、はい、もう柿立つくんはふわっちで、もう ありがたいことにね、稼いでるもんね。ありがたいことに、なんとなく。うんうん。いや、うちも汚いよ。綺麗っすよ、これ。綺麗な方も。綺麗です、綺麗です。ほんと？そう、だから家汚いって言ってたからさ、大丈夫かなって思って。いや、汚い。私イベント中マジいつも汚い。イベント中はもう結構汚れてる、見せれないもん。配信集中。うんうんうん。そう。まだ31、今年32。柿立つくんが今年30でしょ。今年30です。2個下だですね。中村くんとかくるちゃんとかと同年代だね。そうですね。うん、はにちゃん24くらいかと思った。だって嬉しい。あ、エンディさんとタメか。エンディさんとも一緒ですね。うん、そっか。え、お風呂が汚いの？お風呂は、うん、あのユニットバスなんですけど、うん、お風呂の中にゴミが入ってて、うん、でお風呂入るときは、うん、トイレの方にゴミを移動して、で、でトイレ行くときは、うん、お風呂の方にゴミを移動して、そういう方式で入ってます。それゴミ捨てたらいいじゃん。まあ、捨てたらいいんですけどね。捨てないの？捨てます。何回もそれさあ、はい、置いといてってさ、置いといてよ、繰り返してるんで。へえ、柿立つくんちちゃんと見たことない。え、もうさ、エリアはバレてんの？もう住所まで、部屋番まで。あ、言ってるんだ。なんか破産したら、うん、破産者マップっていうのに載って、うん、そこに部屋番まで全部書いてあるんですよね。うんうんうん。え、じゃあネットで？ネットで。へえ。はい。柿立つくんの名前と？はい。破産し、その生活保護ってこと？あ、いや、破産した人ですよっていう。破産したの？破産しました。自己破産。自己破産？はい。え、なんで？奨学金と、なんか生ポイになるにあたって自己破産しなきゃいけなくて、うんうん、奨学金とかあったんで、もう自己破産しちゃおうっていう。うんうんうん。へえ、そんなのがあるの知らなかった。そう、破産者マップ。破産者マップあります。へえ、全部捨ててあげようって。いや、私もね、その掃除得意じゃないよ。やっとって感じ。やっと自分家掃除できるって感じ。私ももともと掃除できなかったと思う。だって
私ね、掃除ができる自分家はね、そう、そうハニーと福ちゃんといるけど、かきたつくんはさ、うん、ご飯何が好き？何でも好きですよ、僕。何でも好き？ナンプラーが入ってなければ。あ、ナンプラー、臭いやつね。ナンプラーだけ。ハニちゃんを撫でると福ちゃんもアピールしに来るんですね。そう、やきもちやきもちで来る。俺を撫でろっていう。俺を撫でろって言ってますね、これ。そう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 。私、いやもうやめ、かわいいでしょ。こっちでいい。福ちゃんかわいいんだ。福ちゃん可愛いっす。ハニちゃんも可愛いっすけどね。うん、だって、ご飯作りがいそうだね。ありがたい、うん、中華丼あんまり食べません。確かに。あ、そうなんだ。可愛い。かわいいっす。この前の花見も良かったね。楽しかったですね。うん、良かった良かった。綺麗ですし。あ、泉ちゃんありがとう。泉ちゃんありがとう。うん、たくんは本当に付き合ってないよ、ガチで。うん、ガチで付き合ってないよ。確認しましたからね、さっき。うん、そうそう、結構確認されるの。ガチで付き合ってないの。、うん、新しいパパじゃないよ。まあ、なんか弟っていう感じですか。うん、弟感がある。弟感。うん、お姉ちゃん気分なんだけど。弟気分。うん。あ、あやさんありがとう。ご倍ありがとう。あやさん、ご倍ありがとうございます。そっか。ハニーちゃん、かきたつくんかわいいね。ありがとうございます。癒し系。そんなことは。うん、変なことしてこなさそう。カシンさんも安心ですね。カシンくんは、はい、なんかね、ちょっとね、安心できないところもあるから。うん、意外とね、カシンくんはね、ストーカー半分半分ですもんね。まあそうだね。よく考えたらね。よくよく考えたら、うん、いや結構千塚ちゃんがね、はい、あの柿田くんね、好感持ってたよ。やった、よかったです。うん、え、押したら好きなの、かきたつくんは。僕は押されるタイプですね。でもね、はい、だから押されて好きになるの。そう、流されタイプです。で、静香ちゃんに押されたら好きになっちゃうの。可能性もあります。なるほどね。はい、え、面白そうじゃん。かきしず。かきしず、うん、いいじゃん、かきしず。押されちゃうかな。え、それ静香ちゃんに言ったもん。でも静香さんも押すタイプではなくないですか。いや、静香ちゃんどうだろう。一途だよ。一途なんですね。うん、一途いいですね。うん、笑い方特徴あるよね。ね、かわいい。めっちゃハニちゃんかわいいっていう。かわいいじゃん。ちょっと待って、携帯。あ、やめちゃった、ハニちゃん。起き上がっちゃった。起き上がっちゃった。起
回へそおなかなでるとね、おなかなでるとおなかなでて、おなかなでて、うん、すごい懐いてるよ二人。なでなでいいの、キックキックなの、うん、あ、ここありがとう、よかったねハニー。あれ、なんかあれだね、ワンちゃんに好かれるね。好かれますね、うん、こんなのカシン君に絶対しないもん。本当ですか？二人が寄り添ってしないね、うん、お腹撫でてよって言ってんのこれ、うん、ふっくふっくふっく、よかったね。あ、泉ちゃんありがとう。福ちゃん、ハニちゃん、よかったね、幸せそう、うん、幸せそう、ハニちゃん、うん、福ちゃん、撫でてあげてるの代わりに。福ちゃん、うん、撫でてる。あ、かゆいんだ。大興奮。うん、書いて書いてって。書いて書いてって。いや、かきたつくんバツイチだからね。バツイチですよ。うん。それはすごいびっくりした。知ったとき。完全なバツイチです。うん。びっくりしたよ。ビルビルビルって。いつだっけ結婚してたの？2年ちょっと前ぐらいですかね。あ、でも最近だよね、だからね。そうですね、うん、でも3年ぐらい前なんですかね、もう。うんうんうん、そうそう、へーやーって、モテモテ、そうだ、犬にモテるね、犬に。やったー、こんな近づくことないよ、レア。レア、うん、やった。福ちゃん、かし。あの、ハニーは、ハニーちゃんだ。私が、ここにいても、寝室に行く。配信者とかが誰か来ても、はい。一人でいたいタイプだから、まずここに来ない。珍しいっすね。そう、珍しい。前回も確かに寝室に。いたっけ？あ、はい、ハニーちゃんは行っちゃって。あ、そっか。はい。じゃあ今日レアだね。レア、うん、珍しい、ハニーここにいる、早いの、うん、そうそうそう、エンジーさんもまた飲もうね、なんか飲み会したいね、うちで何人かとさ、ね、飲み会いね、キタツくんもお酒好きだしね、うん、飲みます、うん、いつも男と配信してんな、いや、たまたまね、いや、適当に言ったんだよ。ご飯食べに来るさ、本当にかきたつくん来てくれて、やったと思って本当に来てくれたんだよ、うん、ただもう、うちからもう15分だからさ、近所の近所、ご近所さんです、うん、リアルご近所さん、そうそうそう、え、家賃いくらだっけ、あそこ、その4万5000円です、4万5000円、うん、あそこのエリアで4万5000円って安いね、はい、一番安いですよ、多分。そうだよね、1万ぐらい、はい、そこのエリア結構高級通貨さ、はい、まあね、1000もね、高いもんね、そうですね、だって僕廊下で出会って喋って仲良くなって、まあまあおじいちゃんがいるんですけど、いろいろあって知り合いの、うん、その廊下ですれ違って、うん、その数日後に、うん、世田谷区役所の生活保護課に行ったら、うん、そのおっちゃん座ってましたもん。ご近所かってこと？あ、てか
アパートも一緒で生活保護も一緒っていう。すごくない？すごいですよね、可能性的に、うん、あ、家賃が安いから。いや、家賃が安いから、うん、みんな住み着いて。なるほどね。まあでも経費になるしね、マンション。確かに、うん、そうそうそう、グーグー言ってる、うん、あれ、柿田つくんってさ、はい、イベント中？あ、イベントやってます。だったら一緒につけて。帰りは何？あの、あ、イベント、あれ、何？チャリを押しながら。チャリを押しながらゆっくり帰ります。配信つけて。配信つけて。え、じゃあもう全然つけちゃってよ。あ、もう、あ、大丈夫ですよ、うんうん、別に。全然つけちゃって、つけちゃって。な、私もつけてるんだけどさ、そう、つけ、一緒につけちゃってもよくない？なんか、なんか一枠でまとまってる方が楽じゃないですか。まあほら、つけようって、うん。そうそうそう。ありがとう。かけたつくんもつけちゃってよ。つけます。うん、わかりました、うん、イベント中だからさ。ありがとうございます。いや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 、私もイベント配信しないとな。ね、あ、ジャスティスタイムだ。みんな、ジャスティスタイムだ。ジャスティスタイムだ。初めて見る。ヒーロー？ヒーローじゃないです、僕。あ、泉ちゃん、ナイス、泉ちゃん。ジャスティスタイムだ。ジャスティスタイム。泉ちゃん、ナイチュ。泉、ナイチュ。ゾウ、ナイチュ。ありがとう。あっちゃん、ありがとう。あっちゃん、さっちゃんも参加ありがとう。あ、サムネ一緒に、サムネ一緒に撮りましょうよ、うんうん、だったら。あれ、三脚は？三脚はカバンの中に多分入ってるんですよね。あ、そうなの？さっちゃん、ありがとう。カバン、あそこか。ちょっと待ってね。入ってるかな。忘れちゃったかもしれないですね。嘘、忘れちゃったらあれじゃない？はい、あります、三脚。え、余分に持ってないんだよ。持ってないですね。そう、あのね、家臣くんのに車の中にあるんだよね。私もこの ラス1なんだよ、うん、泉内中。あー、5倍、さっちゃんナイス、5倍。あっちゃんもありがとう。あ、家だな、これ。嘘、どうやろ。くーちゃんもありがとう。くーちゃん5個。泉ちゃんナイス、うん、泉ちゃん2番ありがとう。くーちゃん、これ使っていいですか、よかったら。あ、いいよいいよ、はい、あざます。どうぞどうぞ。あざます、ありがとう。ジャスティスタイム、うん、その聖杯タイムみたいなのが。そうそう。え、何カテゴリーなの？花です。うん、花か。花です、僕。そっちか。そっちです。最終日あさってだね。はい、うん、泉ちゃん、ありがとう。ありがとう、泉ちゃん。腰微妙に振ってない？ふちゃん、うん、ふたちゃん、くーちゃん、ぶたちゃん、姉ちゃんも2個ありがとう、うん、ほんとだね。帰り道どうすんの？じゃあ帰り道ラジオにして。ああ、いいかもね、確かに。で、うん、押して帰るみたいな。あ、それでいいかもね。それで、あっちゃんありがとう、シールド。ねっちゃんもありがとう。あ、ダメダメダメ、これダメ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 。アクセルビーム、クーちゃんナイス。ダメ、これは、うん、超スマッシュもありがとう。これいい？あのこれこうか。泉ちゃん、コパありがとう。あ、これはどう？あ、あざます。こちらこそ。くーちゃん、ありがとう。
これで大丈夫かな。これいけました、ね、あ、そうだね、いけるね、うん、さっちゃんナイススマッシュ、スマッシュナイス、スマッシュ、スマッシュありがとう。どうですか、久々の手作り料理。めちゃ美味しいです、めちゃくちゃ美味しいです。ありがとう。あ、よかったら、あの、かきたつくんに無料アイテムお願いします。かきたつくんに無料アイテムお願いします。あ、まあ、まゆたさんにぜひ無料アイテムを。ありがとう。かきたつくんが始まった。ハンバーグ美味しい、かきたつくん。福ちゃんが食べちゃうから早く食べないと。超スマッシュもありがとう。北津くん今度企画しようよ。ぜひね、やりましょう。なんだろうな、企画、なんだろう、アイスピちゃんありがとう。なんだろうな、考えとく。マジっすか。来月5月のどっかでさ、はい、なんかないかな。ぜひなんかしてほしいことないかな。やかいりょうか、北津くん。僕も考えておきます、うん、じゃあ柿田津くんが女装で、私男装いきましょう。それでどう？いいっすね、うん、男装、なんかスーツ着てで、デートしとるか。しましょう、うんうん、ねえ、私男装したことない。あ、したことあった、一回あるかな。まこちゃん、うん、いや、遠出はいいんだよ、遠出は別に、うん、猫ちゃんもいるし。猫ちゃん、あ、ダメダメダメって、もっと怒鳴ってみて。ダメ、違う、ダメ、低めで、ダメ。次、口舐められた時。わかりました、うん。いや、お腹減ってないっしょ。いや、テテさんも合わんだろう。え、かきたつとテテさんが合いそうっていう。あ、テテさん、テテさん、いや、私ブロックされてんだよな。なんかプラチナプラスはブロックするって言ってました。え、そうなの。はい、全員全員。うわ、マジでそうなの。私を食い物にするからプラプラブロックするっていう。そうなんだ。じゃあ関係なくプラチナプラスはみんなブロックなんだ。ブロックで、テテさんとデートしたかったの、うん、プラプラ。みんな山田くんとか誠治さんとかみんなでしょ。みんな、うん、テンストさんとか。そうだね、私はいいでしょ。ツイッターも全部ブロックされてる。僕も一回コラボしたんですけど、ダメでした。ダメだった。ダメでした。え、プラチナプラス。いやいや、違います、普通にゴールドです。で、ダメだったの。ダメでした。それどういう基準でコラボをして、うん、テテさんお金貸してくださいって言ってたんで、うん、お金貸しましょうかって言ったら、今イベント中なんで邪魔しないでくださいって言って、バッてコラボ切られました。あ、で、ブロック。あ、ブロックはされてない。ブロックは多分されてないと思うんですけど、うん、閲覧目当てで寄ってくるからプラプラ嫌いって言ってた。でも配信者ね、みんなそうだけどね。それプラチナプラス関係なく、プラチナプラス関係ないけどね。はりちゃん、あ、かわいい、かわいい、トロトロのハニーちゃん。あ、服ダメって言って。ダメ、もう違う。ダメ、違う。ダメ、違う。ダメ、口舐めてる、怒ってる。ダメ、服
吐け吐け、ダメダメ、吐け吐け、あ、ナナホンありがとう。フック、そこダメ、フック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 、知らん顔してる。あ、ダメ、やって前、ダメ、前みたいに、ダメ、フックちゃん、もっとドスを入れて、ダメ、フックもっと低く、フックって、ダメ、フグ、フグダメダメ。前の真似、真似じゃないっすよ。じゃあ前の真似してね、いくよ。はい、フグ、フグダメダメ、フグ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 、舐めとんか、舐めとんか、ダメだよ、もう。なんかほんわかしてるね。ほんわかしてますね。歯に珍しいよ、うん、歯に珍しい。歯にちゃんお腹出して、うん、よかったね。かわいいね、歯にちゃん、うん、服がずっとね、抜け、ダメよ、もう。ハンちゃん見たい？とろけてるよ、ハンちゃん、うん、かわいいよ、ほんとに。今日のハニめちゃくちゃかわいいよね。かわいいっすね、うん、今日のハニめちゃくちゃかわいい。今日の、今日のワンコ、今日のハニちゃん、うん、かわいすぎる。倒れてる。福ちゃんもかわいい。ダメ、倒れてる。ハニ、福ちゃんダメ。バタンシル、あのハニーの方がね、人気だね。ハニーか福かっていうと、ハニちゃんの方がおとなしいからですかね、ちっちゃくて。もうなんだろう、わかんない。ハニーの方が人気ね。え、疲れたんだ、おばあちゃんだからね。え、眠たいね。オッ、あ、ハニーです。うん、ハニーです、多いよね。うん、じゃあ5月のどっかで考えとくね、はい、お願いします。うん、ぜひ。かけたつくん、よろしくね。よろしくお願いします、うん、やったビール、あ、ある、あります。よいしょ。あ、ハニちゃんもフクちゃんもびっくりして二人で見てる。うん、二人で見てる、かわいい。違うよ、あんたたちのじゃない。あ、食べる、これ、チーズ。あ、食べます。キリ、高級チーズ。高級キリ、うまいよね。美味しいですよね。うまいよね。はい、ありがとうございます。奪われないようにね。奪われないように、奪われないように。だい、ダメ、ない、違う違う、あんたのじゃない、違う、ダメ、うまい。
うまいよね。これをハンバーグに入れた、確か。あ、うん、これなんすね、入ってるの。うん、確かね、うん、まあまあよね、あれだからさ、うん、こんばんは。あ、まちゃさん、久しぶり。久しぶり、まえちゃん。まちゃさん、元気？元気、元気。どうしたの、まちゃさん。元気かなと思って。なんか最近、なんかエセヤカさんとラブラブなの？ラブラブじゃない。ただ来てるけ。今好きな人はエセヤカさん？いない。あ、今いないの、うん、山田くんは？違う。あ、違うんだ。うん。今好きな人いないんだ。いない。なんか前になんかさ、病んでてさ、うん、前に相談乗ってたじゃん。うん。うん、あ、ボンちゃんの時？え？ボンちゃんの時？ボンちゃんかな、そうそう。辛くて助けてって言ってたから。うん、そう。断ち切ったんだ、よかった。断ち切っちゃった。うんうんうん。うん。新しい恋しよう、まちゃさん。そうだね。うん。うん、え、まちゃさん、あのどうしたの今日は。勝利はどうだったの、うん、ん？勝利あー、うん、私が総理を紹介するって話？そう。あ、ごめん、忘れてた。その話すんの忘れてた。うん。みんな忘れてたよね。あ、総理ね。うん、え、まちゃさんって何歳ちなみに？54歳。54。あ、じゃあ多分、うん、総理と同い年ぐらいかも。うん。総理にちょっと聞いてみる。うん。あ、そうだ、すっかり忘れてた。うん。なるほどね、ちょっと待って、総理に今電話してみるね。うん。なんか隣にいるお兄さん誰？え、彼氏？あ、お久しぶりです。この間家に行かせていただいたじゃないですか。ああ、たっちゃんね。あ、そうです。お久しぶりです。ああ、お久しぶり。かきたつくんだよ。かきたつくんだ。こんにちは。たっちゃんだ。たっちゃんだ。そう、かきたつくん、かきたつくん。こんにちは。うん、ちょっと待って、今、総理に電話してみる。ちょっと待ってね。うん。総理。ただ今日ね、日曜日だからな。うん、日曜日はね、主覧なんだよね。通りが主覧なんだ。もしもし、はい、あのさ、なんか、まあ女友達っつうか、まあなんかその女の子がさ、ね、1ヶ月前かな、総理のことを紹介してほしいって言われてたの。紹介してほしいって言われてたの。で、それすっかり忘れててさ。で、今電話来てさ、総理の件どうなったのってまた言われて、あ、そうだ、今電話しなきゃって思ってさ。あの、まちゃんって言うんだけど、まーちゃん。まーちゃんが、総理紹介してって。今喋ってみる。いや、ちょっと今日今無理ですよ。今だ、仕事中。今仕事中。じゃ、ちょっと待って。あ、まちゃん、挨拶。ちょっと今仕事中やから、ちょっと今仕事モードやから。じゃあ、まちゃん挨拶だけ、こんにちはぐらい。こんにちは。はい、こんにちは。お仕事頑張ってください。はいはいはい。じゃあ総理、また連絡するね。じゃあ、はい。
あ、でもつかみ OK かも。あ、ほんと、うん、なんか嫌そうではなかったね。うん、今仕事中だから、うん、またあの総理に電話 して聞いてみる。うん、ありがとう。うん、うん、じゃあ待っててね。まいちゃんごめんね。あ、いいよいいよ、ごめん、私も忘れてたからごめんね、まっちゃんさん。大丈夫大丈夫。うん、うん、今度うちに遊びに来て。あ、まっちゃんさんち、まっちゃんさんちってどこだっけな。東京都町田市。あ、町田。あ、分かった、町田さん。うん、うん、じゃあまた遊ぼう。あ、じゃあちょっと総理に連絡してみて、ちょっと結果分かったらまた町田さんに報告するじゃん。うん、分かった分かった、うん、じゃあね町田さん、うん、ありがとう、じゃあね、うん、終わった。お見合い大作戦が、まあね、総理も、まあ、彼女欲しいと思うよ。うん、総理ね、同年代の人にモテるんだよ。あ、そうなんですね。そう、今その同年代の人にもなんか結構口説かれてるらしい。あ、マチャさんと同年代なんですか。え、総理さんって多分ね、タメじゃないかな。あ、タメなんですね。多分ね、じゃあちょうどいいですね。そうそう、ありがとう、エナジーチャージ。あ、で3時、あと20分で乾燥だから。わかりました。じゃあ乾燥になったら、はい、解散するか。わかりました。私、お風呂入ろう。ごめんね、私今日ね、風邪ひいてるんだよ。ゆっくり休んでください。うん、まあでも近いからさ、はい、いつでも会えるもんね。そうですね。いつでも。あ、よかったら、カピタツくんに無料アイテムお願いします。まあ、マイトさんに無料アイテム、うん。めっちゃ近いよ、15分だから。うん。ね、お願いします。うん、違うよ。ご飯だけ今日食べるっていうご飯会だったの、今日。もうそれぐらいの距離ってことよ。手作りのご飯をいただくだけで来れるっていうね。コラボっつうか、食卓だよね。食卓でしたね、今日。そうそうそう。あ、すいません、ありがとう、かきたつくんからも。あ、菜の花ありがとう、うん、菜の花ってか、冠ありがとう。いや、かきたつくんって、はい、どんなリスナー層なの。わかんないんですよね。いや、なんかほら、ガチ恋が多いとかさ。ガチ恋は多分あんまりいないです。いないの？あんまいないっすよ。あ、いないんだ。はい、わかんないよ、言ってないだけかも。かもしんないですけどね。抱かれたいとかさとか言われたことないっす。ないんだ。はい。なんかどんな層なんだろうね。でもこれ女性が多い。女性なんすかね、やっぱり、うん、けど僕よく言うことがあって、うん、この、うん、ランキングあるじゃないですか、うんうんうん、スワッチの、うんうん、僕毎回リスナー数10人ぐらいのラジオの人に負けてるんですよ。あ、わかるよ、でもそれはで、プラチナプラスとかなんじゃない。プラチナプラスとか、うん、ゴールドとか、うんうんうん、に今負けてるんで、そういう人はガチ恋多いって言うんじゃないかなと思って。いや、わかんなくない、無言配信とかね、はい、無言配信とかで、うんうん、なんかやけにファンタが飛んでる配信とか。うんうんうん、わかるわかる、いる、そういうの。でもさ、いますよね、いなくなるよね。うん、ねなちゃんリスナー層って感じかも。で、女性が多いかね、じゃきっとですかね、うん、ななちゃん層、ぐっちゃん優しそう、リスナーさん、かきたつくのリスナーさん。あれ、優しいっすよ。うん、なんかもしかしたらちょっと似てるかもしれなくない。かぶってるかもしれない。北津くんのリスナーさんと私のリスナーさん、なんか似てそう。女性が多いじゃん、で、こう心配してくれるじゃん。なんかうちらってさ、はい、末っ子っぽくない。
すすあのなんか、うん、長男ではない感があるんですかね、うん、なんかちょっと似てるとこあるかもしれない、うん、あ成功っぽい、血も成功っぽい、ありがとうございます。女性が多い、なんかちょっと似てる気がするんだよね、層が、うん、ほっとけないタイプって言われそう、私も言われる、言われます、うん、ありがとうございますありがとうございますっていうか、うんうん、え、何これ、え、なんすか、今気づいた、あ、気づきました、え、作ったの、え、これ作ってくださったんですよ、リスナーさんが、え、今気づいた、にゃもにゃもちゃん T シャツ、にゃもにゃもの猫ちゃんの、そうです、え、いいな、ゴロゴロふみふみしてるところなんですけど、うんうん、1枚ずつなんで送られてくるのが、うんうん、そうなんですよね、え、今気づいた、今自然すぎちゃって、自然すぎちゃって、うん、にゃもちゃん T シャツ、うん、にゃも T、 自分の愛犬のやつ、いいね、うん、ハニフク T も可愛いかも、え、作ってもらえるのめっちゃいいな、作ってもらいました、うん、なんか逆に住所がバレてるんで、うんうん、送ってくれるんですよ、そのまま、うん、直で、いや、私もじゃあ公開しようかな、公開しましょう、え、公開したら、はい、そういうの送ってくれるんだ、送ってくださいました、私も公開しようかな、じゃあ公開するわ、もうその決めちゃっていいんすかえ、なんかさ、はい、だってバレてんじゃんやめときなよって言われても私バレてるよしかもオートロックだしね、はい、オートロックですし、うん、全部の階防犯カメラついてる、エレベーターも、寄せ、うん、まあそっか、いつか引っ越すってなったらでいいか、でもさ着払いで来るとするじゃん、それを受け取らないといけない義務ないよね、はい、あ、ないです、ないです、普通に、うん、この間誰かも断ってました、うん、え、そういう嫌がらせされないの、柿田くん、僕されたことないんですよ、あ、ないんだ、はい、逆にプラスしかなくて、あ、そうなんだ、はい、なんかウーバーを払っておいた状態で送ってくれることはあるんですけど、うん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 、着払い一回もなくて、うんうん、ありがたいです、そっか、まあ、アンチなさそうだもん、柿田くんは、私はアンチが多いからさ、ね、いや、僕も多いっすよ、いや、一個もないよ、うん、一個もないよ、なんすか一個もないって、え、だから柿田くんの悪口なんて一個もないよ、あ、けどこの間役所に行ったら、うん、収入申告をしに、うん、そのじゃあふわっちょの収入申告しますねってなった時に、うん、あれ TikTok はやってないんですかって言われて、うん、だから通報が入ってるんですよね、うん、あ、あいつは TikTok もやってるぞっていう、あ、なるほどね、はい、うんうん、だから、ね、熱烈なアンチの人がいるんですよ、あ、いるんだ、いますいますいます、そうだよね、はい、うん、荷物の中に振り込める、ああ、炭酸水メーカーって何、え、僕は知らないです、女性だから何かあったら、ではそうだね、やっぱ やめとくか、なんだかんだ私あの今年の9月で更新なんだよね、どうしようかな、なんだかんだもうあと 2年だよ、2年、
私アンチ どうだろう。でもさ、はい、いや柿田つくんすごいよ。だって生活保護で、はい、バツイチで、あの叩く要素はいくらでもあるじゃん。あります。ね、あ自己破産とか、はい、全然いないのって意外な。本当にすごいよ。ありがとうございます。ね、意外な。本当に。すごいよね。生活保護でペット飼ってるだけでも結構叩かれ要素だよね。うん、珍しいと思う。初めてじゃないの多分。そのぐらい叩かれない人って。そう。あ、いやアンチ消えたっつうか違うんだよ。なんかね、柿田つくんのすごいところって、はい、なんか一緒にあのコラボするときに私のアンチが出てこないの。なんでなんだろう。不思議ですね。不思議な、うん、癒されちゃってんだろうねこの空間に、うん、で福ちゃんもやべえ、この三脚の使い方がわからん。コールマン、そう、奈々ちゃんのさ、はい、屋台船ってね、景品でもらったの。これあーいいっすね。そう、あの三脚ですね。そう。あーまあね、柿田つくん悪口言わない。あんまり言わないっす。柿田つくん彼女作らないの？作んないっす、多分。あ、作んないの？はい。あ、配信やってる間は？やってる間は配信集中型で。そっか、まあ、それがいいよ。はい。え、配信者で付き合いたい人いないの？はい、もう自分がやってるばっかりだから分かんないんですよね。あ、見てないんだ。見てないんですよね。で、見ても男の人の配信が多いんで。あ、山田くん推しだっけ？いや、山田くん推しです。山田さん。え、なんで山田くん推してんの？いや、面白いからですよ。あ、面白いから。すごくないですか、あんだけ動き回れるの。あ、アクティブな感じ。うんこ食いとか。そう、山田くん推しなんだよね。そうです、山田会なんで。いや、私アクティブじゃないもん。東京だとなんかアクティブに動きにくいですよね。車ないとちょっとね。そう、芸能人だと誰の顔が好きって分かんないんですよ、芸能人。本当に見てないの？何も本当に見てないですよ。じゃあ配信外何してんの？配信見てますけど、男の人の配信ばっかり見てます。そう、はい。例えば山田君以外は、めっちゃ見てますよ。香川さん見てますし、狛江さん見てますし、水にゃんさん見てますし、あとメモレーさんとか見てますし。メモレーさんが分かんないな。カネマンさんとか見てますし。カネマンさん？カネマンさん。へえ、カネマンさん見てるんだ。赤ずちゃんと近いてる。そうです。カネマンさんイケメンだよね。イケメンですね。めちゃくちゃイケメンだよね。はい。26とかじゃなくて、確かそのぐらいの。うん、イケメンだよ。メモレーさんが分かんないけど、メモレーさんはね、ニコ生からやってる人ですね。うん、ずっと。野田さん、あ、ニコ生超会議行った？行ってないです。あ、行ってないんだ。行かれてないですか？行ってない、体調悪かったからさ、行けなかった。なんかブース一覧見たんですけど、うん、なんこうなんか面白そうなブースが見つからなくて。あー、黄金花火。黄金花火、ドラゴン。あ、ドラゴン花火ありがとう。3000円のやつ。高級品。高級品ありがとう。あー、ひーちゃんありがとう。ひーちゃんね、かきたつくんで、なんか自分のあるアイテム飛んだ時のにゃおん、よしよしって。あ、そうだ、にゃおん、よしよしひーちゃんありがとう。ひーちゃん、かきたつくんとはね、もう近所だから
もう全然すぐ、なんだ私今度あの柿立くん家を邪魔しようと思ってる。ゴミ屋敷、うん、ねえ、ハニちゃんお帰り。あのなんか、うわマジでココナちゃん、あびっくりした、10万差かと思った。お風呂入って次はやるわ、イベントをしないとね。イベント期間中は、そう明日最終日なんだ。ああ、もう今日だ、みんな無料アイテムお願いします。ねえほら柿立くんもじゃん、ほら無料アイテムお互い12時だ、12時お互い、みんな無料アイテムお願い。うん、ああ、ありがとうございます。で投げ終わったら柿立くんにお願いします。マイトさんのところにもお願いします。ありがとうございます。12時になった、うわうわ今日最終日だ。あ、最終日だ。いやいや12時前、殺し合いが行われる。殺し合いが行かれる殺される、殺される、やばいんだって。私んとこさ、じゃがいもさんとか、はい、市長さんとかさ、はい、人造人間18号さんとかさ、はい、強い人が、そうなの、たまたまだよ、たまたま。僕実はそれを見て、うん、フラワーイベントに逃亡したんですよ。あ、そうなんだ。そう、え、でも賢いと思う。しかもさ、フラワーイベントさ、はい、あの総合さ100万だっけ、はい、100万ぐらい、やばくない、やばいさ、あれ、あのフラワーイベントの方がさ賞金めっちゃいいんだよね、現金だから。うん、うん、ありがとうエナジーチャージ、うん、18号さん強いね。強いっすね。今1位じゃなかったっけな、うん、頑張ります。どうだ、無料アイテムで結構近づいてないのかな、うん、あ、6はでかいよね、やっぱ無料アイテムってでかいよね。5000ポイントぐらい今巻いた。静香ちゃんじゃないんですよ、前田さんです。あ、柿立くん、はい、私前田じゃなくなったの。前田さんですか、なんで変わったんですか。いや、なんか誠司さんに、はい、タオやめろって言われて、はい、やめたの。あ、じゃあ変えよう、変えようタイトルを。まあでもどっちでもいいんだけどね。そう、前田はもう卒業した。卒業して前田さん、いや、柿立くん臭くないっつうか、私鼻詰まってるからさ、わかんないっていう、うん、そうよかった、そう、ガチでさえ、わかるでしょ、喋ってて鼻詰まってるの。あ、お疲れ様、わかります、わかります。そうそうそう、鼻詰まり。みんな、柿立くんに無料アイテムよろしくお願いします。無料アイテムお互いお願いします、うん、なんか柿立くんって、なんか癒される、なんかリリーさんとカナカーナみたいな感情今リリーさんなんすか。なんか そんな気分なんだよね。そっち系ですか。うん、わかるかな、なんだろう、そう、癒し系。ただ私守る人がいるからね、守る人が、家臣くんを守らないといけないからね。なんで守ることになったんですか。いや、カシンくんマネージャーだから、はい、でカシンくんも結構ね、はい、やんちゃでいろいろなんかね手間がかかるんだよねそうなんですね。そう、すぐいろんな人ストーカーするからさ揉め事に私結構最近 あってさ、はい、そう、うん、まあ私も助けられてるけどね、うん、エナジーチャージありがとうございます。よかった、犬もいいでしょ。犬も可愛いですね。ねえ、福ちゃんもう出ちゃった、柿立くんの隣で、うん、柿立の横で寝ちゃったよ、もう落ち着きまくりね。
なんかさ、兄弟みたいじゃない？なんかさ、私たち兄弟みたいじゃない？なんかあの、絵的には、絵的にそうですね、うん、あ、僕に言ってたんですね。そうで兄弟っぽい感じ、兄弟っぽい感じが、うん、ねえ、私が妹がいい。妹なんすか？妹がいい。あ、わかりました。じゃあ、お兄ちゃんって言ってみたかったの。あ、じゃあ、兄になります。やった。お兄ちゃん。妹。お兄ちゃんバカ。お兄ちゃんバカだよ。お兄ちゃんエッチ。お兄ちゃんエッチだよ。何やってるんですか？弟って感じ。あ、ひでママ気に入りそうだよね。ひでママね。ひでママ懐かしい。うん、え、兄弟いる？兄弟、弟がいます僕。あ、お兄ちゃんなんだ。あ、けど18歳離れてるんで、うーん、10回も会ったことないんですよね。あの腹違いで。あ、腹違いなんだ。腹違い弟で。お母さんとお父さん綺麗なんじゃない？イケメンと。あ、かもしれないっす、ね、お母さんに？お母さん知ってる人にはお母さんにって言われて、お父さん知ってる人にはお父さんにって言われます。あ、どっちもか。どっちもですね、うん、ハイブリッドです。あ、そうだ、ハイブリッドなんだよ。あ、感想です。じゃあ私、あの、ちょっともう一回あのお風呂入って出たら、あの配信つけ直すんで。ありがとうございます。みんなまたね。で、柿立くんとはまたあの来月中企画すると思うんで、取り寄せです。また後で来てね。無料アイテムみんな投げてくれたら、柿立くんに投げてね、よかったら。ありがとうございます。そう、またご飯作ったら柿立くん呼んで一緒に食べよう。やった、ありがとうございます。近いしね。じゃあね、後で撮り直します。イベント頑張ります。